こんにちは、アトリエオーガストです。今回は2022年に入ってからしばらく使っているこちらのロジクールの MX キーズミニというキーボードを紹介しようと思います。このキーボードは本当に僕にとっては限りなく理想に近いキーボードで、本当にめちゃくちゃ気に入っています。で、今回の動画ではこれを購入した経緯や気に入っているポイントをメインに紹介して、で、あとは若干の不満点もなくはないので、そちらについても正直に紹介できればと思います。では、行ってみましょう。まず、購入した理由を簡単に説明すると、2つあります。1つ目の理由が、先日のキーボードの掃除動画で登場した、このメカニカルキーボードをここ半年ぐらいずっと使っていたんですけれども、しばらく前から、調子が悪くて正常に動作しなくなってきたことです。これキーの挙動が思った通りにいかないことが多くなって作業時にストレスを感じるようになっていました。で、これ海外製のキーボードを使っていたのでカスタマーサポートにいろいろお願いするのも、結構面倒でしたし、修理に時間がかかるのも困る状況だったので、新しいキーボードを買う必要性がありました。で、2つ目の理由がこのメカニカルキーボードの使用感にも慣れてきたんですけど、久しぶりに Mac のキーボードのようなキーストロークが浅いキーボードを使った時に、やっぱり自分にはメカニカルキーボードのようなキーストロークの深いキーボードよりも、キーストロークの浅いキーボードの方が使いやすいと思ったからです。で、これはしばらくの期間、それぞれのタイプのキーボードを使い比べてみないとわからないことだったんですけれども、自分に合っているキーボードがどんなものかということに気づけたのは結果的に良かったと思っています。やっぱりキーボードは毎日触るものなので、使っていて自分が一番心地いいと思えるものを使いたいと思いました。それでは外観やスペックについて簡単に紹介していこうと思うんですけれども、まずは外観ですね。僕はこのグラファイトというMac でいうところのスペースグレーに近い色を選びました。で、ボディはこれおそらく金属製ではなくて樹脂製だと思うんですけれども、高級感のある外観でチープさは全く感じられないです。で、サイズは見ての通りコンパクトなので、デスク上のスペースを取ることがほとんどないです。で、これ10キーレスで必要十分な機能が揃っているのは本当に嬉しいですね。10キーは便利なように見えて、結構キーボードが巨大化する要因の一つになるので、好みによると思うんですけれども、個人的には10キーはついていない方が好きです。で、重さはこれ 500g 以上で安定性があるので、デイリーユースにおいてストレスがないです。キーボード自体が軽すぎるとすぐにタイピングの際に動いてしまうので、長時間のタイピングには向かないですし、あとはキーボード自体の耐久性などにも影響してくると思うので、適度な重量があるのはいいと思います。で、これ持ち運びも問題なくできるサイズと重量感かなと思いますので、ワーケーションにも最適なキーボードかと思います。で、このキーボードは充電は有線で行えるんですけれども、使用するときは、キーボード自体を使用するときは、Bluetooth 接続をするか、あとは別売りのロジボルトっていうワイヤレスの USB レシーバーを使用する必要があります。今時ワイヤレスでキーボードを使うことがほとんどだと思いますので、有線である必要は特にないかと個人的には思います。で、これ価格は1万3000円程度になるので、フラッグシップ機としては妥当な価格か、若干安いぐらいかなと思います。で、次は僕がこれを使ってみて便利だと思った点を紹介しようと思います。で、まず一つ目は、とにかくミニマルで余計なものがついていないことですね。で、このサイズ感が本当に気に入っていて、だいたい縦 13cm で横 30cm で高さがこの一番高いところで 2cm ぐらいのサイズ感です。で、フラッグシップ機の場合は、いろんな機能をキーボードにとにかく搭載しすぎて、サイズ自体が大きくなっていくことが多いと思うんですけれども、この MX Keys Mini は、10キー自体も排除して、で、カーソルキー、
もうこのサイズ内に収まるように配置してくれているので、あの13インチのノートパソコンとほぼ同じぐらいのスペースに全てのキーが収まっています。キーボードは比較的デスク上のスペースを占めてしまうものだと思うんですけれども、このキーボードは可能な限り無駄を排除したミニマルなデザインなので、デスク上も広く見えます。でしかもミニマルさを追求して使いにくくなってしまうのではなくて、十分これ使いやすいギリギリのサイズ感を実現しているのは本当にさすがだなと思います。で2つ目のお気に入りポイントはタイピングのしやすさと疲れにくさですね。このキーボードはキーの高さが低いかつ真ん中が少しへこんでいるので各キーが押しやすいです。で今まではキーストロークが深いタイプのメカニカルキーボードを使っていたんですけれども、メカニカルキーボードを使うと物理的にこのキーを押した時の指の可動域が大きくなるので、あの長時間タイピングをしていると個人的には指が疲れることが多い気がしました。でもこのキーボードの場合は各キーを押すために指をそんなに高く上げなくてもいいので、指を動かす距離が短くなって疲れにくい気がします。でさらにキー自体が適度なストロークの深さで反発もある程度あって、あの指を押した時に押し返してくれるので本当にタイピングがしやすいです。個人的にはあの Mac のマジックキーボードだとキーストロークが浅すぎて、でメカニカルキーボードだと逆にキーストロークが深すぎるのでちょうどいい使用感だと思いました。であと打鍵音が静かなので、メカニカルキーボードのカチャカチャした大きな音が苦手な人でも心地よく使うことができると思います。で3つ目のお気に入りポイントは Bluetooth 接続がとても安定ということです。 Bluetooth 接続はあまり安定しなくて接続が途切れたり、あとタイピングの際にタイムラグがあるのが一般的な印象だったので、このキーボードを購入する前は少しだけ不安でした。でもこれを実際に使ってみたら Bluetooth 接続が本当に安定していて、あの今まで使っていて一度も途切れたことがないですし、タイピングの際のタイムラグもないので、あのすごく便利に使っています。しかも Bluetooth 接続ってあのしばらく使用していないと謎の省電力モードに自動的に入って、で再起動するまでにラグが生じるようなものも多いと思うんですけれども、この MX Keys Mini は接続が途切れることもないので、いつでもすぐにタイピングすることができます。でこれは僕の中で本当にワイヤレスキーボードへのイメージが変わったポイントだったので結構衝撃的でした。でロジクールの製品は基本的にユニファイング規格の USB レシーバーに対応していたんですけれども、この MX Keys Mini はユニファイング規格には非対応で、新しいロジボルト規格の USB レシーバーのみの対応みたいです。なので当初は僕は Bluetooth をあんまり信用していなかったので、ロジボルトの USB レシーバーを買う必要があるのかなと思っていたんですけれども、このキーボードは Bluetooth が快適すぎるので特にレシーバーを買う必要は今のところないのかなと思っています。4つ目のお気に入りポイントは充電の持ちが非常にいいということです。これ公式情報だとバックライトオンの状態で10日間、でオフの状態で最長5ヶ月間は充電が持つとのことです。個人的にはかなり長い時間だなと思っています。頻繁に充電する必要がないのは、本当に便利なポイントです。で僕の今の作業スタイルだと正直キーボードのバックライトは必要がないと思っているので、常にキーボードのバックライトはオフにして使っています。基本的にデスクライトをつけてその下で作業をするのでキーボードが光る必要もないですし、バックライトをオフにすることで電池持ちもより良くなるので、このキーボードのバックライトは常にオフにしています。ちなみにバックライトをつけて使った場合、キーボードを使っていない時はバックライトは自動的にオフになって、で指をキーボードに近づけるとバックライトがオンになるんですけれども、その際のキーボードのレスポンスにもほぼラグがないので使いやすいです。で5つ目のお気に入りポイントはこの接続端子部分
接続端子が USB-C であることです。で、Apple のマジックキーボードだと接続端子がライトニングなのですごく不便だと思うんですけれども、ロジクルの製品は基本的に USB-C 端子なので、 USB-C 端子のケーブルを一つ持っておけば充電の際にいろんな端子のケーブルに変更しなくても済みます。で、まあ USB-C 以外の端子にこだわっているのは多分 Apple ぐらいだと思うので、取り立ててロジクル製品がいいなと思うポイントでもないと思うんですけれども、まあ、これで端子が USB-C じゃなかったらだいぶ使いにくい製品だったと思うので、さすがだなというか嬉しいポイントです。はい、で、まあ、以上が気に入っているポイントなんですけれども、その他にも便利な機能がいくつかあります。ディクテーション機能や絵文字キー、あとマイクミュート機能をファンクションキー一つで使うことができて、で、まあ、ディクテーション機能を使えば音声で文字入力を行いますし、絵文字キーを使えば絵文字の入力画面がキーを一つ押すだけで出てきます。で、ミュートキーを使うとマイクのミュートやミュート解除がこのキー一つで使えるようになるので、ビデオ会議の時などにすごく便利だと思います。で、あとはロジクール製品にはおなじみのマルチデバイス接続やロジクールオプションズも使えるので、複数のパソコンやタブレットでこのキーボードを使ったり、あとは機能をカスタマイズすることができます。自分が使いやすいようにカスタマイズして、で、日々の作業効率を上げることができるのはすごく便利だと思うので、そういうのもすごく嬉しいポイントかなと思っています。で、個人的にはかなり理想に近いキーボードだと思うんですけれども、不満点も2つだけあります。で、一つ目はこのキーの上にプリントされている文字や記号がデザイン的にごちゃごちゃしていてすごく見づらいことです。フォントのサイズも大きすぎますし、例えばこの Alt とコマンドが同じキーに印刷されていたりと、同じキーの上にいろんな文字が印刷されているので、こうパッとキーボードを見た時にこれ何のキーなんだろうと思うことが多々ありますね。多分 Mac ユーザーと Windows ユーザーの両方が分かるようにしているからだと思うんですけれども、正直このデザインはもっとシンプルに改善してほしいなと思います。で、2つ目の不満点は、僕は普段 Mac のキーボードと同じ配列のキーボードを使っていたからかもしれないんですけれども、Mac ユーザーには使い慣れるまでに少し時間が必要かもしれないです。キーボードの配列やキーの大きさが微妙に Mac のキーボードと違うので、Mac と同じ感覚でタイピングをしているとタイプミスをすることが多いです。なので、この MX Keys Mini も、4 Mac バージョンが発売されると嬉しいなと思います。個人的には US 配列で4 Mac のものが出たらかなり買いたいです。はい、そんな感じで今回はお気に入りのキーボードのロジクール MX Keys Mini について紹介しました。毎日使うキーボードにストレスを感じたくなかったので、今回購入してしばらく使ってみたんですけれども、まあ今の動画で説明した通り、個人的には魅力的なポイントがかなり多い製品だと思うので、まあ、もし気になる方がいたらチェックしてみてください。今後もライフスタイルに関する動画を幅広く発信していければと思いますので、よろしければチャンネル登録などよろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。ではまた。